プロジェクトマネジメントにおけるお金の管理は余管理を指します予算は使えるお金実績は使ったお金その管理をコストマネジメントと言いますこの説明だけでは難しく聞こえるかもしれないので例えを交えて解説しましょう小学生の頃の遠足おやつは300円まで。 という制約の中いくつかの商品をうまい具合に組み合わせて300円以内に収めたやりくりあの時のやりくりがコストマネジメントですウェブサイト制作の場合あらかじめ設定された予算に収まるように制作費を管理します制作費は制作側メンバーにかかる費用が大半を占めますがそれを予測することを見積もりと言います ウェブサイト制作のプロジェクトでは、限られた予算の中で制作費を調整する必要があります。次回はこの制作費の算出方法について解説します。